りヤングチャンピオン特別賞が贈られます。この賞はレースクイーン大賞ノミネート50名の中から編集部による審査の結果選出されました。受賞者には副賞として過去歴代アイドルたちがページを彩ったヤングチャンピオン関連誌の撮り下ろしソログラビアに起用されます。プレゼンターは株式会社秋田書店ヤングチャンピオン編集部副編集長中村健一様です。それでは中村様、発表お願いいたします。発表します。メディバンネップリ日本レースクイーン大賞2023ヤングチャンピオン特別賞に輝いたのは日並麻美さんです。おめでとうございます。日並さんはスーパー GT でレッツスポーツレーシングギャルズとして、そして D1 グランプリでは芝タイヤレースクイーンとしてご活躍されました。さあ、それでは日並さんご登場いただきましょう。続いてトロフィーの贈呈に移らせていただきます。おめでとうございます。中村様、ありがとうございました。さあ、それでは日並さんに感想を聞いていきたいと思います。ハッシュタグで呼びかけなどもされていたのが印象に残りました。新設されましたこのヤングチャンピオン賞獲得された今のお気持ち、皆様にお聞かせください。私、今日の今までヤングチャンピオン特別賞を取ったことを知らされていなくてですね、今日今知りました。とてもびっくりしています。私はヤングチャンピオン特別賞を絶対に取りたいと思って、誰よりも早く一番にツイートをして、たくさんの皆さんに拡散をしていただいたおかげでこの思いが伝わったのかなと思います。私は今年勝負の年として、自分がどこまでいけるのか試してみたいなと思っていますので、これからも応援をよろしくお願いします。そして大賞についてなんですが、自分の思っているような結果にはなりませんでした。これ以上どう頑張ったらいいのかわからないです。でも前を向いて気持ちを切り替えて、今シーズンもまた全力で一生懸命私なりに頑張っていきたいと思いますので、皆さんこれからも私についてきてください。たくさんの応援、本当に本当にありがとうございました。ありがとうございました。ヤングチャンピオン特別賞を受賞されました日並麻美さんに今一度盛大な拍手をお送りいただきたいと思います。おめでとうございます。